ではではね、今回はね、しじみラーメンです。では、食べていただきますね。うん。あ、でもちゃんとね、うん。しじみの味が出てるし、うん、まずラーメンとしても意外と合いますね。まあ、しじみとかね、味噌汁とかね、まあ入れると思うんで、それをラーメンにってどうなんだろうと思ったんだけど、まあ意外と食べると、麺も細くて、このようなわかめも、しっかりとしてる。冷凍とは思えないですね。で、これがしじみなんだけど、しじみの味もちゃんと出てますよ。これが冷凍されていたなんて考えられないんですけども、まあ、今、しじみとかわかめまで冷凍できる時代だからね、すごいなと思うんだけど、うん。味わいとしては悪くないので、うん、結構まあなんていうんですかね、こう、うん。面白みのある味で、しじみのちゃんとエキスっていうか、オルニリチンがちゃんと出てますね。うん。しじみがこれでも変わってくらいの、しじみと、あとワカメの海藻の味がさーっと出てる。これ意外といけますよ。まあ最近ね、ラーメンのお店でも、しじみラーメンとのね、こうお店によっては出されたりしてるところもあるんですが、まあ確かに、いけることはいけますね。甘ないとかではない。だからしじみがいけんだからサザエとかもいけるんじゃないかと思うんだけど。うん。結構な、食べ応えでシャキシャキとしてて。んで醤油のさっぱりとした味わいとあってね。これは何気にいける味かな、味かなと思います。どうもありがとうございました。